ザベート改良計画。以前と比べるとザベートの人々の表情も随分と明るくなりました。でもまだ全体的な印象は暗いね。この街は全体的にくすんで見える。随分なお言葉ですね、陛下。では陛下ならどうすればこの状況を打開できるとお考えですか？まず兵士たちの制服を変えてみよう。あのいかつい格好は見ているだけで気持ちがすくんでしまうからね。提案します。帽子を廃止してはどうでしょうか？兵士の表情がもっとよく見えた方が住民たちも親しみを持てると思います。却下。制帽は軍人の身だしなみだ。隊別に制服の色を変えるのがいいかもしれませんね。カラフルで見ている者の心が豊かになる。却下。目が痛い。コートの裾に可愛いレース状のフリルをつけるとかどうですか？うん、いいんじゃないかな。陛下、制服も色を真っ白に塗り替えてみるのはどうかな？そうすればこの街もきっと華やかに。そして中から機械でできた巨人がそれすごくいいね。冗談ですよね。僕は真面目だよ。どこから本気なのか全くわからない。ヒューバートノリノリだったな。ここが待ち合わせのポイント。ライラックの花。花言葉は若き日の思い出。ライラックの花は二度散る。そういうことか。教官、彼女が危ない。すぐ探さねば。おい、来たぞ。オイゲン総統閣下だ。総統閣下が私たちの暮らしぶりを視察しに来てくれたんだわ。まずい。教官。ああ、なんかダシュって。そんな、なぜ。これはどういうことだ、マリック。この娘は。彼女はユリシア。今なお活動を続ける改革組織の一員です。みんなはなぜこんな男を仲間に加えようとしたの？こんな政府の犬を。それは違う。教官は。いいんだ、アスベル。彼女にそう見えるのは仕方のないことだ。今この国は民衆自らが生きる希望を取り戻しつつある。しかし上層部や君たちはこの国を仕切ることで頭がいっぱいで、民衆のことなど何も考えていないように俺には見える。このままではヘンデルはいずれまた元の状態に戻ってしまう。改革派は政府のように民衆を苦しめたりはしないわ。改革派は君を差し向け、君という一つの命を犠牲にしようとしている。君をいいように使う組織がこの国のことを本当に憂いているとは思えない。どういうこと。君はオイゲン総統の亡くなった娘さんによく似ている。え？そしてその人は俺の愛した人でもあった。君が誘いに来れば俺が動くと思ったんだろう。だが君は俺を引き入れることに失敗した。だから組織は君にこんな任務を命じたんだろう。なるほどね。つまりもう私はおしまいってことね。さあ、オイゲン、私を処刑するがいいわ。わかった。望み通り、お前を処刑してやろう。明朝、港から船が出る。それに乗るんだ。船に。行き先は船内で通達する。それまでお前の身柄は政府が預かる。国外追放ってこと。それでよろしいですね、閣下。構わん。
船を降りたらどこへなりと消えろ。貴様の顔を見ていると死んだ娘に責められている気がしてならん。私も年を取ったな。最近は昔のことばかり思い出すようになった。これからは民の時代が来ます。フェンデルの民は閣下の愛したこの国を守ってくれるでしょう。これからきっと。そうだな、これからは民衆とも手を取り合う必要があるのかもしれんな。マリクは称号若き日の思い出を習得しました。あ、来たよ、新天レック残光旋風イカ略。でもこれアクセルないけど、どうだろう、いつどのタイミングで出せるのかがいまいち覚えていないので、まあ覚えてから考えましょう。それではね、お待たせいたしました、アンマルチェアの里に行きましょう。パスカルファンの方、お待たせいたしました。私のことだ。ん、あれは、ポワソンさんですね。これは皆さんお待ちしてました。ソフィーとパスカルはどこ？今は里にはいません。お二人とも氷山遺跡です。人を呼び出しておいて自分はフラフラと、まったくあの人らしいですね。なぜそんな場所に？遺跡の警護に当たっていたフェンデル兵との連絡が急に途絶えてしまったのです。大量のモンスターが押し寄せてきたとの情報も掴んでいます。その対処に向かったというんだ。俺たちも向かった方が良さそうだな。よし、すぐに行こう。すぐに行こう。すぐに行こう。もう一回ぐらい言いましょうか。すぐに行こう。ご近所さんに挨拶。ここがアンマルチアの里。パスカルさんの故郷なんだね。陛下は初めてでしたね。ああ。とても不思議な町だね。こんな雪山の中にあるのに寒くない。それにとても整備されている。これがアンマルチアの技術の一部か。我が国にもアンマルチアの英知があれば。これは各国で共有の財産とするべきだと。次の首脳同士の会談でオイゲン総統には提言してみよう。それより近い未来のご近所さんとはちゃんと顔合わせしたかい？ご近所？何のことですか？パスカルさんのご近所さんのことだよ。いつ一緒になるかわからないんだ。ちゃんと挨拶しとかなければね。な、パスカルの近所への挨拶ならもう済ませたぞ。また勝手なことを。何してるんですか。いけなかったか。いつもパスカルに世話になってるから挨拶くらいはと思って。な、あ、そういうことですか。たまに気が利くことをしたかと思ったらこれだから。まったく、なんで怒られてるんだ俺。なんか未来編入ってからそんなんばっかだな。アスペルな、前からだっけ。とりあえず氷山遺跡に行きましょう。シャトルって便利。二人は奥に向かったようだな。私たちも急ぎましょう。よし、じゃあ間違えた。思い出してん、レイディアントハウルってあれだ、いや違ってたらあれなんだけど、あれだよ、ルークの非容疑だったと思うんだけどな。ね、じゃあアイテムをシンフォニアタクト。お、シンフォニア、お、いいね。デフォルトで10あるのでかい。
魔法カルタナンバー60アンチュのカルタ。まあそれならこれは天の巡り合わせね。あの魔王以降何の作品だっけってのが全然分かってない。エターナルスか。今度はエターナルか。エターナルは PSP 版を買うだけ買って全く触れてないな。魔法カルタナンバー61リカルドのカルタ。またガキか。テンペストブリンガー、嵐の運び手と称される刀陣武器。ナウテの国王が所持されたと言われている。苛立ちの理由。あの人は向こうから呼び出しておいて。まったくどういう。まだ言ってるのかヒューバート。仕方がないだろう。俺たちのことより緊急事態だったんだから。そんなことは分かっています。でも僕たちが来ると分かっているなら待っていればよかったんです。つまりヒューバートはパスカルに頼りにされたかったと。違うよマリク。ヒューバートはパスカルさんと一緒に行きたかったんだ。違います。あの人はどうして話を聞いたら何も考えないで飛び出して。頭はいいくせにどうしてそういうことに頭が回らないのかと。心配なんだな。心配みたいだね。なんだこの悪兄弟。いやー全く人の恋路を楽しむ兄弟だ。兄弟もいいや。おお。全然聞いてないっすよパスカさん。警戒の動き強い。手間のかかる人ですね。みんなありがとう。助かった。それでは再会を祝して乾杯。それはあれを倒してからだろう。え、だけど簡単には倒せないよ。大丈夫なんすかね、その大丈夫なんすかね、そのプロトスヘイス的に。まあ、帰ってきたら使うよそれはね。帰ってきたらそれは使うよ。でいやーどうしようかな。いやいいや、まんまやろう。あんまりバカやってる余裕はなさそうだよ。旋回逃げなくて。ベース商談焼き尽くす。切り裂け。旋回逃げなくてもいいのか。あーまた4つもいるのね。だー失礼。調子に乗って旋回。あそうか、こっから戦闘 BGM グレイス F の BGM だから。そうか、俺の持ってるグレイスのサントラには収録されていない。いつもそうだ。いつもそのテイルズのパワーアップバージョンの曲はサントラには入ってないから、後で動画編集するときにねえじゃねえかってなるんだ。後でギャラリーあたりから持ってくればいいんすけどね。それはもうこの戦闘とは何の関係もない話だった。やりたいダウン取られたらリカバーできないんだろう。さっきから A ボタンポチポチしかしてない。弾空剣助かったよソフィー。
どうにか片付いたか。しかし、ここにもですか。みんなはもうあれを経験済みだったの？ウィンドルの地下遺跡で出会った。ラムダの力がなければ危なかった。ラムダ、目が覚めたの？ああ、そのようだ。まあ、結果的に役に立ってるからいいのかな。ラムダの力はかなり効いてるみたいだしね。突然モンスターが変質して、僕たちも困惑している。何か分かったことがあるなら、教えてもらえないだろうか。この手の生っぽいのは私専門外なんだ。お姉ちゃんに聞いた方がいいよ。フーリエさんは今どこに？最近までは研究所に詰めてたんだけど、そろそろ里に戻ってると思うから、アンマルチアの里に帰ろっか。私もみんなに話したいことあるし。ラムダ、アスベルの中のラムダが。ソフィー、どうしたの？安心しろ。前のようにはならないから。俺はお前と戦ったりしない。大丈夫だ、ソフィー。パスカルは称号、普通パスカル、普通パスカル、なんだそりゃって。習得しました。あ、そういうことね。さあ、それじゃあ、それじゃあは、あ、仲直り。ソフィー、アスベルは大丈夫だよ、きっと。リチャード、僕がラムダに取り込まれた時とは違う。アスベルにはラムダの心に真正面から立ち向かえる強い意志がある。だから多分大丈夫だ。あ、それと、その、ありがとうリチャード。それとごめんね。え？半年前のことちゃんと謝らないとって思ってた。いや、君が謝る必要はない。僕こそすまなかった。友達だよね。あ、では、俺たちも友達だ。教官も？ソフィー、このおじさんは危険だ。あっちへ行こう。教官、危険なの？ああ、そうか。ははは、ええか。相変わらず冗談きついですな。いや、狼だ。さあ、それでは、それでは仲間揃ったので、パスカルに見てもらいたいものがありますので、この前行った風紀遺跡ね、また行きたいと思います。そう、これ。こんなのチャカチャカポチャカポコポコで簡単だよ。え？ああ、魔法カルタナンバー74、ヒルダのカルタ。私は乗り越える。何を？ベルベーヌ。あ、ベルベーヌいっぱい持ってんの。それはちょっともったいないんで使ってください。今までその手のアイテム全然使ってこなかった、あれだけど。はい、あ、ベルベーヌ10個、10個ってお前。イブリーズマント、これを取り忘れていた。素敵なマント。リチャードのマント素敵だね。ありがとう。このマントは我が王家から数年前に盗まれたものなんだ。どうしてあんなところに？泥棒さんが捨てていったの？根性のない泥棒だね。仕方がないよ。これが似合うのは王位を継いだこの僕だけだから。おお、すごい自信だ。コソ泥ごときが持っていたら目立って仕方がない。
だから捨てていったのだろう。私も似合わない？そうだね、ソフィーには少し大きすぎて後ろを引きずってしまう。いや、うん、それも悪くないかも。リチャード、なんか変なツボに入ったかな。目覚めつつあるか。魔法カルタナンバー62、エルマーナのカルタ。まあ絵はこれからたっぷり食べな。さあやっと帰ってきた。フーリエを探す。そう、というわけでとりあえず長老に会ってみるか。長老のところにはパーソンもいるだろうから、それでどこにいるかわかると思うけど。久々に里でゆっくりできると思ったら、これはまた随分と賑やかな団体様の到着だこと。あのね、お姉ちゃん、ちょっとお姉ちゃんの知恵を貸してほしいんだ。私の？モンスターの変質に関しては状況や環境に適応するための突然変異の可能性が高いわね。それはどういうことですか？元来生物には種を保存するメカニズムが備わっているのよ。極寒の地に生息する生き物も最初から寒さに適した体を持っていたわけではないわ。外敵の少ない土地に移り住み、その地方に適応した形に種を進化させていった結果なの。それと同じことがモンスターにも起こったと。今回の場合は人という外敵に対しモンスターの生存本能が個体に進化を促したってところかしら。待ってください、それは俺たち人間の存在がモンスターを強くしたってことですか？今そう説明したつもりだけど、ま、あくまで仮説だけどね。だけどさ、お姉ちゃん、さすがに進化が急速すぎない？そうね、本来何世代もかけて徐々に変化していくものだから。だけど昔からバルキネス・クリアスのそばでは生物の突然変異は多数起こっているわ。何か外からの干渉があれば進化の確率は増すということよ。他にもラスタリアやラムダのような存在が影響を与える可能性は高い。ラムダが元凶とは考えられないかしら？それはない。言い切ったな。なぜないと言える？我の力を見くびっているのか？そうじゃない。俺はお前と生きると決めたんだ。信じるのは当たり前だ。信じる？だと？さっきだって俺を助けようとしたからお前は力を貸してくれたんだろ。たとえそうだとしても、貴様が宿主だからだ。我をうちに封じたからといって、簡単に制せると思うのは傲慢な考えだ。制せるなんて思ってない。ただ、お前のおかげで、なんとか危機を脱することができた。レイガーまだだったよな。ありがとう、ラムダ。くだらん。
ラムダの影響なのかはわからないけど、あのモンスターからラムダの力は感じなかった。だとすると原因はあっちかな。フォドラ、私がみんなを呼んだのってフォドラの様子がおかしいからなんだよ。気づいたのはポアソンとバー様なんだけどね。里のみんなとフォドラの観測を進めてたんだよ。そしたら2ヶ月ほど前から地表からエレスが漏れ出している場所があるのが分かったんだ。つまり活動を休止していたはずのフォドラの核が動いてるってこと？もしかするとフォドラの核がモンスターに進化を促したのかも。フォドラの核があらゆる生命の元であるのなら、その可能性は否定できないわ。さすがお姉ちゃん、やっぱ頼りになる。というわけでフォドラに調べに行きたいから、シャトル貸して。調査に行けば何かわかるのか？ここにいるよりはいろいろと分かってくると思うよ。なら俺たちもフォドラの調査に行こう。その前にストラタのバルキネス・クリアスは大丈夫？進化したモンスターが出たのって全部バルキネス・クリアスの近くだからさ。大統領閣下に気をつけるよう伝えておいた方がいいだろうね。ストラタへも報告をしないと。僕が行ってきます。大統領閣下に会うのは少々気まずいですが。ヒューバート、どうした？なんでもないです。俺たちも一緒に行くよ。一人で行くよりは心強いだろ。足手まといにならないよう頼みますよ。から称号お姉ちゃん子を習得しました。元気がないの。おや、弟くん元気ないね。どうしたの？そんなことはありません。あっちへ行ってください。へいへい、相変わらず弟くん冷たいな。ヒューバート、パスカルに冷たいね。そうでしょうか。いつもこれくらいだと思うのですが。パスカルの目を見てないよ。ソフィーはよく見ていますね。そうですね、なんとなく顔を合わせづらいというか。なぜか今はまっすぐに彼女の顔を見られそうにないんです。心にやましいことがあるから。また共感ですか。心にやましいことがあると女の人の目をまっすぐ見られないんだよね。そうですね。いえ、別に僕はやましいことをしているわけではないのですが、何でしょうね、僕自身もよくわからないのです。元気出してヒューバート。ラント兄弟も困ったんだもん。